笑いに飢えた大地、北海道。かつてこの地を飛び出し、東京で大きな勝利をつかみ取ったお笑い戦士が戻ってきた。平成のぶちこぶし、平成のぶちこぶし、魂のこぶし。北海道メーカーキタルト、日本アシスト会計、パースプレイスバイゼロップ、ノイモンドオーガニックカフェの提供でお送りします。平成のぶちこぶし、魂のこぶし。第3話、恋に破れて作ったこぶし。さあ、というわけでございまして、第3回目でございます、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、お願いします、お願いしますよ。3回目、どうしたんですか、こぶし。いやいやいや、だなんか何にも意味ないです。あ、そうですか、はい、無駄なやつです。いやね、前回いろいろありましたけども、はいはい、まあ、今回はちょっと綺麗な話しましょうよ、うん、せっかくですから。なんか普段テレビでは語らないのぶしこぶしの話を、だから面白くない話にしようよ、ある意味のやつ。どういうことですか。え、どういうことですか。なんか面白い話って、はい、こんなこと言ってんのかな、嘘なんですよ。いやいやいや、そんなことない。いや、ひどいわ、もう。いや、面白いんですよ、嘘で、絶対。そんなわけないから。多少持ってるとか演出があると。あと、加工してるから。わかった。じゃあ、これ聞いてみたい。はい、もう今日、マネージャーさんからもね、何聞いても大体大丈夫ですよって言われてますから。はい、滑らない話はどうなんでしょうね。だからまあ、演出はしてんじゃないですか。そうそう、そういうこと。だから、まあ、じゃあ怒ったことは本当だけど、ゼロ一じゃないけど、一を二にしたりとかは。だっていくら美味しいけど、鮭の卵はうまくないじゃん。そうでしょ、醤油につけて、ね、酒につけていくら食ってうまいって言ってるけど、鮭の卵入って割って食えないでしょ。それをみんな美味しくするために芸人はいろいろ味付けて、いくらですとか、はいはいはい、さらにはそれを鮭と混ぜて美味しくしてるわけですけど、はい、今回やっぱりラジオ、せっかく皆さんがじゃあ我々のこと聞きたいって言うんだったら、その鮭のただの卵なんでだよ。そんなにさ、味がしねえって鮭のただの卵の聞けないわ。いや、だってただの鮭の卵の話。お前クマだけでそれをこう言ってるんだよ。だってそれ聞きたいって言うから。いやいやいや、 いや、いいですよ、全然、ね、テレビで話さないことって別にないですもんね。テレビで話さないことっていうのは、テレビで話してもウケないから話してないんだもんな。そうそう、言ったら。そうよ。でもまあ、ラジオってやっぱり、はい、こうちょっとね、まあ、リアリティね、耳元に寄り添ってくれて、うんうんうん、瞬間瞬間的なその笑いを追い求めるっていうよりは、そうそう、まあ、ノブコブが語ってくれてるっていうことが重要なわけですよ。そうなの、それがやっぱりラジオの良さでもあるわけですよ。そうそうそう、で、ね、うちの相方比較的ラジオっ子ですから。ラジオ。あ、そうなんですか。好きなんですよ、ラジオ。別会時代から結構。別会入んないもんな、ラジオ。別会入るわ。入るわ、別会。聞こえてる、聞こえてる。別会なんて、もうどっちかってラジオしか入んねえわ。テープだけ届くんだもんな、なんか。その全録のやつ。そんな入んねえないよ。大丈夫、聞いてました、聞いてました。はい。ね、いや、だから今日はちょっと、なんか恋バナがいいかな、なんて。先週、汚物の話で終わってしまったんで。そうだそうだ、恋バナで、ちょっと、なんか総裁、イメージ総裁しようかなっていう。いや、俺は恋バナ、まあ、誰がね、俺の恋バナに興味あるか分かんないけど、あるに決まってるじゃないですか。だからロンドンハーツのあれだって人気になるわけじゃないですか。でもあれはまた恋バナではないじゃないですか。まあ、恋ではないけど、あの色恋ですよ。欲深い男がっていうやつで、うん、でももう北海道時代はもう全くモテなかったですよ。
小中高言うけど、いやでも小学生の時俺は割と人気があったイメージが、そうでしょ、俺もだから、いやいやいや、ないよ、ちょっとだからこいつ、あの、ね、本当に変なんだよな、あのなんか吉村君って昔の写真とか出すじゃないですか、うん、じゃあなんかすごい暗かったやつを出すでしょ、うん、小学校時代なんて全然明るかったっすよ、そう明るいよ、全然明るい、明るいし、うん、で中学高校で暗くなるのかな、ちょっと聞こうよ、吉村の人生、俺は吉村の人生すごいね、うん、聞きたい、その患者として聞きたいの、患者、うん、患者として、やっぱりおかしいもん、なんか何がそんなわけないっていうところ、逆転ばっかしてんのこいつって、だって吉村ってはい、はい、今多分今もあんまり僕明るくないですよって言うの、うん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 、でも明るい時もすごいあるの、てか俺根はやっぱ明るいと思うの、根は明るい、だけどなぜか暗く、芸人やりだしたからなぜか暗かったの、うん、と思ってたんだけど、うん、はいはいはい、と思ってたんだけど、はい、3,4 年目ぐらいにやってた自主ライブの MC の VTR が出てきたの、はい、でもその時すげえ明るかったの吉村は、うんうん、だから暗いのか明るいのか、なぜこいつがこうなっていったのかとすごい聞きたいの、あ今日それをじゃあね紐解いていく、うん、だから別に大したことじゃない、そんなさ、例えば明るいやつでも毎日明るいやつはいないじゃん、ずっとわーって、それさんまさんぐらいじゃない、まあね、うわーってずっといるのは、はいはい、でそれはなんか超元気がいい人、元気がない日があるのはあるじゃん、その落差が俺激しいんだと思う、あなるほど、だからあれか、合わせないってことか、他人に、他人に合わせない、だから楽しい時はわーって盛り上がるし、この間もねロケ行った時あったじゃん、ののかちゃんとか、うんうん、だからずっと喋ってたじゃん、うん、ああいう時はテンション高いのよ、あだから気を使わないから俺らが変に思うのか、うん、普通、うんうん、自分がテンション高いと思われてたら、自分がテンション低い時も他人にテンション高いんじゃないかと思わせたいじゃないですか、あ、うん、気使ってだから上げますよね、そうそう、あそれは分かります、それをだから一切しない、それを一切しない、それをやんないやんない、だから上がってる時は上がってる、で暗い時は暗いよ、だから暗いんじゃなくて、だから徹也疲れてるだけだよな、疲れてるだけで、徹也さんとね小学校行った時俺明るいってイメージ、めっちゃ明るいイメージ、うん、でも親戚からはこんなおとなしい子いないってぐらいおとなしかったから、逆打ち弁慶じゃん、すごいそんなパターンの、そうそう、今と真逆じゃない、それでもだから意味なんかないのか、吉村に意味なんてない、ないないない、お前なんだてめえバカにしてる、話が飛躍するな、だからその家族といる時は楽しくねえからテンションも上げないんだ、これは、うん、楽しくないからっていうか、家族が、ばあちゃんがもうその、うん、はしたないと、あの、あ元気出すのが、元気出すのが、見栄をすごい気にする世代の人から、明治ババア、あんこババアだろ、誰があんこババアだよ、あんこ好きなんだよな、あんこ好きだよ、あんこババアな、すぐ総称したあんこババア、あんこババアと豆じじいだよ、豆好きなじじいと、お前、それがやっぱ人前ではしっかりしなさいっていう、はいはい、ああ、うるさくするんじゃない、教育なの、明治大正の人の、ははは、だからあんまりやってなかったっていうのはあったから、モテるはでもさ、モテたんじゃない、なんか、モテないよ、だって中高の友達ともたまに会うんすよ、うん、でも太ってたんだぜ、俺、ああ、ちょっと、そう、うん、ちょっと丸かった。そう丸かったからモテなかった、うん、あれはでもさ、最初の恋愛でなんか先輩の女取ったとか言うじゃん、あそれ高2ね、あー高2か、先輩の女じゃなくて同級生の彼女が僕の初エッチだから、それは俺親友のね、親友の彼女、それは俺やっぱねじれると思うんですよ、やっぱ初体験ってねじれないですか、初体験ってその後の人格形成にはでも大きく大きく影響しますよね、女子も男子もやっぱそうじゃないですか、ありますあります、はい、だからこの話聞いて俺吉村一派それはあると思うんです、性に関してはそこでねじれたんじゃないかって、あどうですか、今ねじれてるんですか、ねじれてる、性にはねじれてる、吉村ねじれてる、ねじれてる、そう本当にどういう風に、だから、ね、わかんない、すげえねじれすぎちゃって、うん、遠くから見たらもう一本の棒にちゃんとねじれのない棒に見えるけど、ちゃんと見たらすんげえねじれてるし、ねじれてるよ、いやでもね俺もっとその前だと思う、ああどこどこ、やっぱうん、じいさんの財布をパッて見たときに、うん、あのスポーツ新聞のエロい記事あるじゃん、それを刻んで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 っていうか、あのスクラップして、スクラップして財布に入れてたのを見たときぐらいから、それいつですか、それがいや小学校ぐらいじゃない、そっから始まってると思う、あだからエロ目に関しては多分すごいみんなエロいんだよな、みんなエロ、吉村家は代々男も女もみんなエロいと思う、女も欲は強い、うん、欲は強い、欲は強いと思う、お父さんも好きだもんな、親父もそうね、おじいちゃんも好きなの、おじいさんも好き、大好き、そういう欲に関して言えば、はい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 、だけど結婚してるからな、おじいちゃんもお父さんも言ったら、うん、うん、いい感じのとこで、うん、だから吉村が一番遅いだろ多分、たかしが、いやいや、うちの親父もまだこのぐらいじゃないかな、え、そうなの、33、4の時の子だから、
これ。ああ、じゃあまあまあ、今のね。あ、じゃあ30ちょいぐらいで結婚したのかな。そうだと思うよ。それ初婚だった。いや、親父ね、俺。初婚だったか。いや、この辺は俺怪しいと思う。いや、俺、吉村の親父何回もあって、俺それ辺は怪しいと思う。違う。俺最近気づいたの。え、何どっち未婚なんだよ。怖っ。どういうことですか。これ未婚なのよ。え、じゃあお前あのお母さんでした。お母さんじゃないってこと。いや、お母さんだよ。お母さんだけど籍が入ってない。だから血のつながりはお母さんだけど、うん、籍はお母さんじゃないんだ。籍入俺ね、でも結婚式挙げてんのよ。え、その写真を見たことあんの。え、で親父はそれを、うん、あの、いや、燃やしたから、それも離婚した時に悔しくて燃やしたっていうのを聞いたことある。いやいや、俺と一緒だ。俺の学生時代と一緒。でもそれが一枚出てきたの、仕事のロケで。それはちゃんと結婚でみんな、あの、親父も。え、親もいた？お父さんと。うん、おじいちゃんもいたし、みんないたし。え、お母さん方の親もいる？あ、いない。怪しいな、そこは。で、まあ、それとしてね。うん、だから結婚してると思ってたんだよ、形上は。でも法律上はしてないの、多分。籍を入れてない。いわゆる、そうだな。そう。え、でも結婚式は挙げてる。挙げてんの。まあ、それは、でもできるはできる。その、例えば男子同士のカップルとか、今はできても、昔はできなかったとかは、あ、まあね、うん、結婚式挙げて籍を入れないみたいな。で、ここで俺が6歳の時に問題が起きるんだよ、うん。やっぱ、あの、小学校とかに入るじゃない。うん、幼稚園とかに、うん。そうなると、やっぱ籍は入れた方が、いいんじゃないかと。あ、やっぱね、まあまあ、夫婦で世間の目、今より古いしない時代が、古いし、そういう目があるから、それは当然のことを入れるだろうっていう話し合いしてたら、母親が入れたくねっつって、うん、なるほど。それで揉めたのよ。なるほど。それが出てく原因になるんだ。そう、出てく原因になる。なるほど。これなんでか分かんないんだけど、私入れたくないって言ったじゃないって言ったのに、親父がいや、やっぱ入れた方がいいんじゃないかって言って、何なんていうようなところにまたヒゲのおじさんっていうのが来て。じゃあヒゲのおじさん、ヒゲのおじさん知らないな。それヒゲのおじさんはうちの母親を持ってった人ね。ああ、うん、だからそれだけ聞いたら別にヒゲのおじさんもそんなに悪くないんだな。いや、悪くないというか、だって結婚してないんだもんな。そうですね。いや、もう、そうですね、ほっといてくれ。吉村家はもうやばい。いやいや、聞きたい、俺やばい話聞きたいんだよ。大人になればなるほどやべえって。なるほど。ちょっと待って、恋バナですけどね。恋バナですよ、今の。今のところ、性の流れから。いや、うちの親父の、うちの親父の恋バナ。の恋バナよ。これが結局、吉村の恋バナになってくるんだから。きっと未来は。じゃあ一曲挟んでくれ。一曲。ちょうどこれ、曲のタイトルもね、なぜ生まれてきたのかっていうことと、なんか向き合いそうな、うなんかタイトルなんで。ありがとうございます。桃色クローバー Z で、We Are Born。平成の拳拳。魂の拳。いやー、えぐってますね、内容的にね。うん、3週目ですよ、まだ、この番組。やっぱほら、ラジオって、だから来週ぐらいにはもう、キタルトさんが離れる。いやいや、ダメ！頼む。ダメですって。ダメですよ。個人資産だけでやっていこうぜ。この3人の。そんなにないわ。いや、でも、ほら、ラジオってほら、いろんな人が聞いてるじゃないですか。うん、いろんな家族の形の人が多分、ラジオって聞いてるから、うちと一緒だとか、うちよりひどいとか。あ、でも今の前半のトークが、誰かのパワーになっているっていう可能性は絶対あるし、まだ今なんてね、別に当たり前とは言わないけど、昔ほど、ね、差別的じゃないからね、うん、昔はもう大変だったんだから。そうそうそう。で、そこで僕はお母さんがいないじゃないですか。はいはい。で、それを小学校の時バラしたくなかったわけですよ。時代がまだそういう時代じゃないから。確かに知らなかった。そうでしょ。あ、そう、あ、そうか、その時いるのか。そうか、あ、初めて聞ける。小学校時代から吉村君のことは好きだったけど、うん、そのお父さんお母さんどうのこうのって話は聞いたことない。聞いたことない。それは俺が嘘をついてたから。それ分かる。だからお母さんはいるっつって、でも誰も見たことねっつって、うん、でも家来たら親父のベッドの枕元にもっこ枕を置いたりとかして、だからそっからやっぱねねじれねじれてる。そっからやっぱだから明るくしてたのよ、学校では。多分ね、今思うに、まあ、あとだから見えっぱりっていうのはそこで生まれてきたのかな。それはね、見えっぱり、そういうのは見えっぱりなんですけど、うん、そのせいかもしれない。背伸びをしたがる。そうそうそう、っていうのがまあそこにつながって。なるほど。まあ、恋愛で言ったら、うん、北海道って他のやっぱ町と違うのは、うん、やっぱお笑いがモテなかったですよね、当時。やっぱ、おー、そう。音楽だよね、一番が。音楽やってるやつがイケメンとかそういうところで、お笑いが全くモテないんですよ。はい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 。これ比較的関西行ったらその順番は真逆になるし。本当に関西ってそうらしいですよ。本当にまだ全然芽が出てない若手の芸人さんでも、いや、地元でも、大阪だったらもう全然モテモテ。地元でも面白いやつが芸人というより面白い人だから。はその NMB の子とかに聞いても、はい、そのかっこいいとかよりもまず面白いが一番上なんですよ、うん、面白くないやつだったらかっこよくてもスポーツ選手も全然目にならない優先順位が全然違うわけですね。確かに北海道は面白いのはただのオプションだよ。オプションオプションで東京になると、うん、その1位ではないけど順位は上がってるよ、ね。まあまあまあ、北海道よりはもうはるかに北海道はね極めて低いの。
面白いに対して後から気づいたんだけど、確かにだからもう全くモテない、うん、好きだったね片思いしてた人もいるから何人かこういたんですけど、それが後々僕が東京出て仕事が増えてきた時に、うん、昔告白した人に会いましょうみたいな番組があったんですよ。で僕地元北海道ホリケンさんと来てネプチューンの、はい、で3人いたんですよ、中学時代、高校時代、まあ、小中時代にちょっと会おうって言ったんですけど、その3人が全員やっぱ出たくないって NG、 全然好きじゃない、全然好きじゃない、そう NG、 それが分かんないな。いや番組始まって以来ですよ、誰も来なかった、やばい V にならない、そう誰も来なくて最終的になんか若き安田美沙子に好きですとか言ってそれで振られて終わるってなんかよく分かんない構図になったんだから。でもなんかをしたわけじゃないですよね、なんか迷惑かけたとか、うん、必要につきまとったとか、あそうストーキングとかもしてないけど、ないですよね。だからその言ったのは俺と付き合ってたことが恥ずかしいとか、そうっていう理由は来てたよ。付き合ってたの？いや付き合ってた人もいた、でも片思いの人もいたけど、今はもうあの触れられたくない過去なんで そっとしといてください。え、なんで？そういうキャラじゃないでしょ。私は結婚してますよみたいな感じ。それマジでショックじゃなかった？いやマジでショックだよ俺マジでショックだわそれ言われたら。そんな結果聞かされてないじゃん、誰が来るんだろうなとか。え、その番組何年前？それ何年前、4年前とか5年前じゃないかな。でスタッフさんもみんな来ててさ、雪の中でさ申し訳ないよな、申し訳ないよ恥じたよ自分の過去をさいやそれはショックだな。いやこれはきついですね精神的にね。で東京に行ってから、まあ、モテるというか遊ぶようにはなりましたね、うん、はいはいはい。その時に自分のねじれを感じたりはする、なんか恋愛をしていく上で、まあ、ねじれてるでしょうね。ちょっと自分でやっぱり違うなみたいなのは、いやいや例えばどういう時に感じるんですか、うん、いや一つも好きになれない人はね、やっぱ多分それはあると思う、うん、一つもなれないな、なんでか分かんないけど、分かんないけど、これずっと17年間一緒にいて、うん、女だけじゃなくてやっぱ吉村が好きなものってやっぱなかなかちょっと難しいんだと思うんですよね。情熱的に何かにこうバーっていけるものって、あんま愛を注げるものってじゃあなんすか。何にもないね、ただ起きて息吸って仕事行って帰ってきて悲しいわっていう、本当これはですから、私が思う、解説できるんですか、私が思う、解説可能ですか、私が思うに、はいはい、私は結婚してから結構変わったんですよ人格的には多分、はい、ただ子供もできて、うん、愛、今お子さん何人、2人で今5歳10歳なんですけど、はいはいはい、そっからいろんなものに愛を注げるようになったんですけど、僕やっぱ子供時代にあんま愛を注がれたって記憶がないんですよ僕は、うん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 、だから注げないんですよ、うん、だから吉村もそうなんじゃないかなって俺は思うんですけど、ということで吉村君も愛を注がれてなかった、ね、でもおばあちゃん子だから、あおばあちゃんから唯一きっと愛情を注がれてたっていう自信というか自負はあるんだと思うんだけど、まああったような気はするけど、だからなんて言うんだろうな、古い愛なのかな、分かんない、だからおあの愛よりも世間体、あじゃあってことはやっぱり吉村がそんな愛されたって言ってるなこれ、愛されたと思ってないってことでしょ親から家族たちから、うんそうだね、俺もそうなんです、だからそういう人って人に愛をあげれないんですよ、そうあげれないの、どうしていいか分かんないし、はいはいはい、なんかよく分かんないんだよな、そうこれがでもやっぱ子供できるとなるほどって思うんですよ。うん吉村家はもう個人主義なのよ、もう集合解散、うん、しかないから、はいはいはい、でも、うん、もうココが好きなことやってるの、うちの親父も、うん、あそうだよな、うちのばあさんもじいさんもみんな好きなことやってて、誰が何をやってるかっていうか、集合するのはただ寝る時間と朝起きる時間だけで、うん、あピクミンと一緒だ、いや蜂と蜂と一緒もうそういう感覚かな。結婚じゃなくて子供ができて変わったと。そうですね子供ですよね、結婚変わりました、結婚したでしょ、まあ、結婚して7月にパパ、うんですよ。なるほど、じゃあまだ生まれて、うん、まだ生まれてない、まだあんまり収録現在まだ生まれてない、まだあんまりリアルじゃないでしょ、実感全然実感がないです、そっからだんだん、まあ、やっぱ変わるの、今まで生きてきた意味っていうのを残したくなるのよ、どうしてもこう生きてた時に知恵って今まで培ってきたじゃないですか、はいはいはい、こういう時はこうした方がいい、それを全部子供にねじ込みたいんですよ、なるほど、はあ残したくなるんですねやっぱり、ってことは生きてほしいってことでしょ子供にはね、危険とか不幸になってほしくないとか、うん、そうそう、こういう人には気をつけろとか、もう超リアルなアドバイスです、こういう癖があるやつは嘘つきだとかそこまで教えてますから、こういうこと言うやつはこういう人間性、そんなことまで言ってんすか、もう俺が思う、何歳の子にでしたっけ、まあ、10歳10歳のコツ、小学校 3,4 年生の子に、はいはい、もうコツ、人生のコツ、そう子供はああ分かったパパみたいな、みたいな、いやまあでも信じなくてもいいけどそういうやつ多いからなとか、気をつけろっていう、でも言いたい、後輩にも教えたいじゃないですか、うん、でも後輩言うこと聞かないじゃないですか本気では、
他人だしな、はい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 、子供には全部こう伝えたくなると、あ、じゃあ他のアイドルとかにも、そうか、アイドルも親がいるんだもんなとか思うんですよ。そしたらその親がこの子のことをそんぐらい思ってるんだったら助けてあげなきゃとか思うようになるんですよ。困ってる人とかいたら、いろんな世界でなんか震災が起きたって言ったら、なんか助けてあげなきゃダメなんだろうなとか思うようになる。だいぶ変わったね。そう、本当に相当な変化ですよ。それはもう昔はもう本当個人主義じゃん。そう、26ぐらいまでは確かに本当に、はい、10年前までは破壊の王様でしたから。破壊の王様本当に破壊の王様また番組の終盤で気になること言うのやめてくださいよ。いや、もう破壊の王様だから、それがコンビで組んでますから、もう破壊の王様ですよ、うん、そうそう、破壊だから、破壊同士よね、破壊同士どっちも想像しないっていう、はあ、もうとにかく壊して壊して、やっぱ俺やっぱもうなあ、朝の歌舞伎町で僕が飲み終わって帰ろうと思ったら、これパチンコとかそれとか好きだったから、まあ朝並ぶじゃないですか。でももうとんでもない早い時間に並ぶんですよ。でもこうやって歌舞伎町歩いてたら、人が結構寝てるんですよ歌舞伎町って。でもまあそのね、ダンボーラーというかね、ホームレスの方が結構寝てて、あ、寝てるなと思って、ホームレス、ホームレス、得意ホームレスってびっくりしたね。あれ得意がその間に寝てんだから、そういうのも気にしないんですよ全然。そう、いや気にしてないっていうか、どういう流れでそうなるんですか。本当にちょっとここで休んでこうみたいな、酔っ払ったんでしょうね、うん、まあ、眠たかった、びっくりしましたもんその時。すごいっすね、だからそれぐらいね、やばいやつなんです、ね、その辺はでもやっぱ、ね、海外ロケに向くっていう、まあそうだ、ね、特性につながるつながるね、つながるにはつながる。エチオピアでも大活躍みたいな、何の、はい、壁もなくいけるんですけど、ね、あ、でもそのあれ、まあ、もう時間大丈夫です。もうね、もう時間なんでございます。はい、もう時間です、はい、じゃあそれは来週。いやいや、恋バナかなと思ったんですけども、うん、またじゃあ次回話しましょうか。しよしよ、というわけでございます。以上でございますけども、じゃあちょっと皆さんからメッセージね。あ、そうだ、はい、そう、これ実は、はい、今日が3週目の放送なんですが、はい、1回で6週分収録をさせていただいてますので。いや、本当そうですよ、はい、皆さんからいただいたメッセージお読みするのは8月の中旬以降の放送になると思われますので、そうですね、はい、たまったのを聞けるんですね、うん、バーンといきましょうよ、うん、六本撮りですから今ようやく折り返しですよね、はい、私もう眠くなってきました、ね、本当に目トロンとしてる眠くなってきましたから。でも頑張りますから。頑張りましょう。次回も話しましょう。はい、ということで、こぶし、はい、@air-g.co.jp、kobushi @air-g.co.jp、こちらの方まで、吉村君、徳井さんへのメッセージ、お願いいたします。お願いします。さあ、というわけでね、うん、3回目以上でございますか。はい。はい、また4回目ちょっとね、いろいろな話を、ちゃんと台本通り話しましょう。そうですね。ね。今週もそうやって言ってたんですけどね。うん、最後、まあまあね、徳井さんのやばい、また破壊話になっちゃいましたけど、はいね、次回は、じゃあ、ちょっとね、お話しして、はい、そうですね、ね。そうしましょう。はい。うん、と思いますんで、今日は以上でございます。はい。おやすみなさい。9時半。あ、9時半ですか。それでまた。さよなら。はい、さよなら。吉村さんが人を愛せない理由、初めて聞いちゃった。なんかこの番組、これからも爆弾発言のオンパレードになりそうね。途中で終わらなきゃいいけど、さあさあ、平成のぶしこぶしといえば今をときめくお笑い芸人、そろそろ2人のお笑い DNA に迫っていきますか。次週、魂のこぶし、お笑いに目覚めたあの日、こぶしに魂を込めるのよ。この番組は新世代の北海道メーカーキタルト、日本アシスト会計、バースプレイス by ゼロップ、ノイモンドオーガニックカフェの提供でお送りしました。